バスケットボールファンの皆様、こんにちは。琉球ゴールデンキングスの与那嶺翼です。我らが琉球ゴールデンキングス、見事7連勝、拍手。さあ、次節の対戦相手は今シーズンより B1 に昇格した広島ドラゴンフライズです。私が注目するポイントは1つ。前節ではドライブから豪快なダンクを見せたアイザイア・マーフィー選手です。恵まれた身体能力から繰り出すキレのあるドライブ、滞空時間の長いジャンプシュートと、見る者を虜にするプレーは広島の躍進に欠かせない選手です。一方、我らが琉球ゴールデンキングスのキーマンは牧隼人選手です。外国籍選手に対するフィジカルなディフェンス、瞬時の状況判断を可能とする高いバスケット IQ が魅力。さらにコートに誰よりも早く入り、黙々と試合の準備をするプロフェッショナリズムには今後の活躍を予感させます。8連勝をかけたアウェー広島戦もバスケットライブでキングスと共に戦いましょう。